行け、ロコンの勇者たちよ。おお、ようやく現れおったが、いつぞやの決戦の時のように蹴散らしてくれるわ。いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく、小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、リサ。うっさいわ、ほっとけ。4号師団は全出力を障壁の位置に投入せよ。6号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。こいつはいい、ハイエンターとも生っちろいやつばかりだが役に立つじゃないか。あのバカ者がむやみやたらと突っ込みおって。今のところは我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援、上空より接近。顔つきの部隊です。1から3号師だ。ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ。殿下、それでは殿下の直営が。前衛が崩壊したら結局は戦うことになる。幽閉となるよりマシだ。急げ。ザコがいつまでも気分出してんじゃねえよ。どこの誰かは知らねえが、悪く思うなよ。花から決まってんだよ、こうなるってな。ふん、意外と使いこなしてるじゃない。ちょっと嬉しくなっちゃうかも。でもまだまだこんなものじゃないわ。この子たちの本当の力は。貴様ら、後ろから耳ちい戦い方しやがって。この俺が少年を叩き直してくれるわ。ここが鬼神界の帝都。ええ、帝都アグニラータ。遥か昔、私たちマシーナが住んでいた都です。なんだか寂しいところね。ああ、誰も住んでいる様子がない。まさに死の都だな。なんだか嫌だもん、リキここ嫌いだもん。この町すべてをマシーナが作ったのか。すげえもんだな。でもどの建物もずいぶん長い時間が経ってるみたいだ。見ろシルク、大恐竜だもん。大恐竜だって？これはテレシア。石みたいね。どうしてこんな場所にテレシアが。この化石化したテレシアは太古の戦いの際、この帝都を襲った者たちの慣れの果てです。
なぜテレシアがあなた方の町を襲ったの？大昔の戦いって巨神と鬼神だけのものではなかったの？その答えはあの中央に立つ塔、情報記録センターに。巨神界と鬼神界の過去に何があったのか、私が今ここで語るよりもあなた方のその目で確かめた方がいいでしょう。あ、まだ動力が生きてるんだ。あ、フィオル、どうしたのだ？みんなついてきて。なんだこれ。あ、ここにあるみたいだけど、これ映像だ。嘘だろ。あ、本当だ。これは遠い遠い過去の記憶。フィオル、かつてこの地を去るマシーナが自分たちのことを知ってほしくて残した記憶。この声は古の時代、この世界に巨神と鬼神が現れた時、私も誕生しました。巨神の魂と同じように、私もまた鬼神の魂としてこの世界に存在を許されたのです。私はこの鬼神界に自らの子を誕生させ、この体を得ました。彼らはマシーナと名乗り、鬼神界を命あふれる世界に変えていったのです。マシーナは高度な文明を築き、巨大な都市を作り上げるまでに至りました。この町って、昔はこんなに栄えていたんだ。穏やかな心を持つマシーナたちも私を愛し、平和に暮らしておりました。そしてそれは巨神界でも同じでした。彼らは自分たちの文明の産物を巨神界の生命たちにも惜しみなく分け与えていました。二つの世界は共に発展していくかと思えたのです。そんな時、恐ろしい運命が彼らの頭上に舞い降りたのです。なぜ巨神が？巨神は光の剣を手にマシーナたちを滅ぼそうとしました。あれはテレシア？私はマシーナを救おうと巨神にザンザに立ち向かいました。ザンザだって？
戦いは長きにわたって続きました。ザンザも私も己の生命力を削りながら戦いを続けたのです。しかしついに決着の時が訪れました。ザンザはこの時監獄島に、私が深手を与えた隙をついて巨神界の生命がザンザを封印したのです。ですが私もまたザンザとの戦いで生命力をひどく消耗していました。マシーナのわずかな生き残りたちに私は告げました。巨神は未だ滅んでいないこと、いつか蘇るであろうことを。僕がこの手でそれを。そして私は深く長い眠りについたのです。来るべきザンザの復活に備えて。そうだったんだ、あなたのやりたかったこと。巨神と鬼神の戦いを止めたかったんだね、フィオルン。そうか、君の中にいたのは。そう、自由に活動する体を求めていたメイナス様のために私が魂を移したのです。エギルの鬼神兵によって偶然捕獲されたあなたの体に。なぜ私の体でなければならなかったの？それはあなたがモナドの後継者、シュルクに近しい人物であったから。この町が廃墟になったのは私たちが暮らす大地、巨神のせいだった。こんな姿を見たら巨神が蘇るのを止めたいって気持ちもわかるけど。だけどさ、だからって俺たちホムスを殺すってのは筋違いだろ。その通りだ。たとえマシーナが悲劇にあったからといって鬼神兵が巨神界にしてきたことが許されるわけじゃない。気がかりなのはあの巨神が持っていたモナドだ。巨神界に伝わる伝承通りだとはいえ、やはりな。これは危険な力なんだろうか。だがお前は立派に使いこなしてきたぞ、シルク。俺のように力に負けてしまうことはなかった。そうだよ、お前がモナドを使ってくれなかったら俺たちとっくに死んでたぜ。だけどこの剣を僕に託したザンザは。今モナドを振るっているのはザンザではない、シルク、あなたなのです。メイナス様がフィオルンをよりしろに選んだ理由もそこにあるのでしょう。モナドを振るう者の悲劇を二度と繰り返させないために。モナドを振るう者の悲劇、シルク、信じるのです。自らが選び歩んできた道と共に歩んだ仲間たちのことを。メイナス様はかつてこうおっしゃっていました。モナドは唯一無二のものではない、この世界に生きる者一人一人が持っている光なのだと。光？それはどういう意味なんでしょうか。どんなに辛い状況でも
生き抜こうとする人の意志の力、命の光、メイナス様はあなた方にその光明を見出したのかもしれません。あの先にメイナス神殿があります。エギルはそこにいるはず。あなた方の目的はエギルを倒すこと。今もそれに変わりはありませんか。僕たちはこの鬼神界の歴史を垣間見た。話し合う余地は残っていると思います。けれどもし、そうですか。それをあなた方の決意として受け取りましょう。私は今一度エギルを説得してみます。それでも彼が変わらないときは。バネアさん、バネアさん、エギルを説得すると言ってたけど大丈夫かしら。僕たちも後を追わなきゃ。けどよ、こっからどうやって神殿に行く。この先に神殿へと至る転送装置があるわ。装置を起動させるには、その手前に建てられたあの4本の塔、その基部にある認証装置を使って装置のロックを解除する必要がある。ピオール、なんでそんなこと知っているんだもん。メイナスの記憶、彼女が教えてくれているんだと思う。認証装置の解除の方法はわかる。多分この体自体が鍵になっているはずよ。そうか、とにかく急ごう。今の攻撃は、ガード！まただ。またビジョンを見ずに今の攻撃を。そこまで強くモナドを発生させられるとは、やはり貴様は危険な存在だ。ガード、もうやめて。私たちが争う必要なんてないわ。目を覚まして。無駄だ。あいつは完全にエギルの支配下に置かれている。バネアがそう言ってたじゃねえか。そんなの私は信じない。お願いガード、私の声に応えて。てめえは恋人を手にかけるのかよ。結婚の約束もしたんじゃなかったのか。知らんな。知ったところで俺は変わらん。嘘よ。あなたは私やジュジュをいつも守ってくれていた。あなたはこんなことをする人じゃない。知らんと言った。俺はエギル様の悲願を果たすためこの鉄の体を授かったのだからな。心地いいぞこの体は。全てが精密に動く。何の淀みもきしみもなく、体も心さえも。強がってんじゃねえ。フィオルンだって元に戻ったんだ。てめえの心だってどっかで痛がってるはずだ。少子なら本気でとどめさせてみろよ、カルナによ。さっきから当たってねえじゃねえか。自慢じゃなかったのか射撃が。それともそのポンコツボディの中に入ってなまっちまったってか。え、減らず口が。くそ、やろう。こっちは本気になれねえってのに。容赦ないね。さすがはコロニー6のガードだけど、カルナに対しては攻撃の手がブレている。ガド、私がそうであったように彼の記憶もきっと。ガド、私が分からないの。ガド、暗くして。巨神界の生命、我らのエンサの叫びを聞きながら。
シルク、モナドはまだ出せる？フィオル、いや、君は、たとえ肉体のほとんどを失っていたとしても、人であった時の心は消えない。あのフェイスにはまだそれが残っているわ。本当に？ええ、あなたに対する動きでわかるの。わずかに残っている彼の心はためらっている。カトン、私がフェイスを制御しているエギルの呪縛を解きます。その時間を作ってくれる？ああ、やってみるよ。ライン、フィオルを援護する。え、行くよ。どう？フィオル、さっきの君は？うん、彼、もう大丈夫。ガード！すまない、カルナ。俺は。いいの、もういいのよ。こうして戻ってきてくれただけで。エギルの支配下にいた時、分かったことがある。エギルは悲しみの連鎖を断ち切りたいと願っていた。たとえ今多くの血が流れようと、その先に新しい世界が訪れるはずだと奴は信じていた。だが、その目的はいつしか変わってしまった。奴は単なる復讐者だ。エギル、行け。行くんだカルナ。二度と俺たちのような人間を生み出しちゃいけない。すぐ戻ってくるからね。それまでごめんなさい。喉乾いてるだろ、飲めよ。すまん。死ぬんじゃねえぞ。エギルをぶっ飛ばしたらその体見てやるからよ。ホームスのお前がか。とても医者には見えんがな。腕のいい医者知ってるんだ。マシーナのだけどな。ああ、待ってるよ。おい、お前、名前は？ラインだ。そうか、ライン。カルナを頼む。どうされた、予言官殿。嫌な予感がします。ビジョンか？いえ、ですが何かがおかしい。鬼神兵、攻めるでもなく守るでもなく、まるで最初からこの戦い捨てているかのように。バカな、ここは奴らの要衝だ。捨てるなどありえない。本国に秘めたる戦力でもあれば別だが。秘めたる戦力、まさか。殿下、シルクたちが心配です。ハウレスを一気お貸し願いたい。行くというのか？しかし何故？ビジョンではありません。ありませんが、私の勘が告げているのです。鬼神が目覚めようとしていることを。